さんこんにちは、こんばんは、 KD チャンネルです。今日は先ほど東京ディズニーリゾートから来年の1月から3月の東京ディズニーリゾートのお知らせがありましたので、そちらを紹介していきます。まず東京ディズニーランドがパルパルーザ3弾は決まってましたよね。それがね、なんと皆さん予想当たったかわかんないんですけど、ピクサーでしたね。ピクサーのバネロペのスイーツポップワールド、あとはそれに合わせてアトラクションイッツアスモールワールドがマーベルバージョンになりますよね。結構変化球ですよね。ミッキー&フレンズに頼らないで、去年はミニーちゃんでしたもんね。まあ好評でしたよね。東京ディズニーシーではダッフィー&フレンズのスペシャルイベント、ダッフィー&フレンズワンダフルキッチンと、あとファンタジースプリングス、新しいファンタジースプリングスがあるってことですね。なので、まあちょっと簡単にランドとシーと、あと、サムネイルにも書いてると思うんですけど、ビッグバンドビートも終了が発表されました。ちょっとびっくりですね。今分かってる2025年1月から3月の東京ディズニーリゾートの情報をまとめていきますので、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録と、チャンネル登録している方はそのまま最後までご視聴ください。まず、オリエンタルランドさんのプレスリリースから見ていきましょうか。1月から3月の東京ディズニーリゾート、東京ディズニーリゾートではこの冬さまざまなプログラムをご用意してゲストの皆様をお迎えします。東京ディズニーランドではスペシャルイベントシリーズ、ディズニーパルパルーザの第3弾としてディズニー映画シュガーラッシュに登場するバネロペが思い描いたスイーツの世界をミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむバネロペのスイーツポップワールド、そしてアトラクション It's a Small World に期間限定でマーベルスタジオのキャラクターたちが登場する It's a Small World with Groot を実施します。東京ディズニーシーでは、ダッフィー&フレンズのスペシャルイベント、ダッフィー&フレンズワンダフルキッチンなどを開催します。また、ディズニーホテルやディズニーリゾートラインも、パークで開催されるスペシャルイベントと連動したプログラムを展開します。こちら、今日ですね、11月11日、ビリーブの、あれじゃん、開始日だ、2年前。いやー、ビリーブ始まってから変わりましたね、いろいろ。ね、リゾート40周年から、いろんなことありましたね。まずじゃあちょっと軽くプレス読んでいきますね。パパって読んでいきましょう。1月15日から3月16日までの間、スペシャルイベントシリーズディズニーパルパルーザの第3弾バネロペのスイーツポップワールドを開催します。まあこう開催していくよっていうことと、あとスモールワールドですよね。こちらが1月15日から6月30日までの間なので、まあイースターとかやってた時期ですよね。多分半年ぐらいやるってことですね。あとはディズニーシーに関しても1月の15日から。なのでもうお正月明けからはほぼ閑散期って言えなくなってんですよね、最近1月が。なんですけど、お正月明けのプログラムがもう始まりますよってことですね。ダッフィー&フレンズのワンダフルキッチンを開催します。ロストリバーデルタにあるレストラン、ミゲルズ・エルドラード・キャンティーナ及び周辺は、ダッフィー&フレンズをモチーフとしたデコレーションに彩られ、ダッフィーをイメージしたミールセットなどのスペシャルメニューが登場し、ダッフィーたちの世界観に浸りながらお食事を楽しみいただけます。また様々な食材を組み合わせることが好きなクッキーアンがダッフィーたちと力を合わせて料理をする様子を描いたスペシャルグッズも登場します。そしてダッフィー&フレンズワンダフルキッチンの開催中、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、ここですよね、大事なの。では、東京ディズニーリゾートのキャラクターグリーティングでは、初登場となるクッキーアンやリーナベルトのグリーティングをお楽しみいただけます。ということなので、まあ、これは後ほどどうしてクッキーアンかリーナベルかはわかります。この他アトラクションタワーオブテラーでは2025年1月14日から4月6日までの間、通常よりもスリルを味わえるスペシャルバージョン、タワーオブテラーの新しいプログラムですね、を実施します。期間限定ですよね。激しいやつですよね。3、4。というわけで、ここまでがディズニーシーの資料でしたね。あと、東京ディズニーランドが、パルパルーザのバネロペのスイーツポップワールド。これがエンタメもやるってことですね。パレードルート6台あって、出演キャラクターがバネロペ、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー。あと、プリンセスですね。シンデレラ、ラプンツェル、ベル、アリス、マッドハッター、マッドハッターも出るんだ。プー、他。でも、ウエスタンランド、ファンタジーランド、プラザ、トゥモローランド、トゥンタンとか3箇所同じ停止でやってくれるんだ。なんかパルパルみたいにまたキャッスルフォアコートではないんですね。あ、でもやっぱり1日1回って感じですよね。まあ仕方ない。で、スペシャルメニューが、スペシャルメニューやっぱ早いですね。まあこれ毎年一緒ですよね。この1月の時期。早いですよね。クリスマス終わってから。って感じですね。あ、もう画像出てんだ。一部。プラザパビリオン。なんかどれもなんかちょっとポップですね。なんか10代とかさ、若い、こうたちでもうすごい映えそうな感じ。あと、まあ、インスタグラマーさんとか向けって感じですね。てか、ミッキーさんのお衣装赤なんだ。かわいい、ミッキー先生。
あとグッズもインスタ映えって感じですね。買えるといいけどね。そうね、初日じゃないとね、最近ちょっと厳しいですから。でも1月14日ってことは、多分プレビュー日が1月14日からで、グッズと今回一緒って感じなんでしょうね、おそらく。問題は買えるかだよね。だからあんまりね、発表されてもね、そこまで期待しないというか、買えたらいいよねぐらいが、グッズはもういいと思います、本当に。で、デコレーションが、パークはバネロペやミッキーマウスはじめとするディズニー仲間たちが楽しむカラフルで甘いスイーツの世界に様変わり。なので、まあ、エントランスのデコレーション、ワールドバザール内のスイーツオートロケーションとか、あとプラザデコレーション、まあ、クリスマスと一緒ですよね、ほぼほぼ。でもさ、こことかもさ、ちょっとこだわってますね、真ん中のところ、シンデレラ城前。いいですね。その他バネロペのスイーツポップワールドの開催中、ワールドバザールやキャストフォアコート付近で特別なバケツを持ったキャストにハッピーパルパルーザと声かけるとオリジナルのキャンディーがもらえます。あとは C は本当にダッフィー頼りって感じですね。ロストリバーデルタにが、まあ、ダッフィー&フレンズ仕様になる予定。まあ、ロストリバーってなんかリーナベルちゃんのイメージあるから、虫眼鏡持っててね。クッキーアンがどこだっけ。クッキーアンもアメフロだっけ。ステラルーちゃんはアメフロだよね。ジェラトーニ君がなんかメディテレーニアンハーバーだなって感じしたけど、クッキーアンってアメフロか。アメフロな気がする。あの子もオルメルもケープコットかな。じゃあなんかイメージというか、初めて登場した時ね、グッズが展開されてあったの。なんか昔でも今もあんのかな、ぬいぐるみクッキーアン初登場した時置けましたよね、香港以外で会えるようになった時、グッズが買えるようになった時か。ロストリバーデルタにあるレストラン、ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナおよび周辺がダッフィー&フレンズのレストラン、ダッフィー&フレンズの世界観を表現したデコレーションですってことですね。レストランの外側にはダッフィーたちが力を合わせてパンケーキ作ってる様子が描いたフォトスポット登場するほか、レストランの入り口にもダッフィーたちが描かれ、ゲストの皆様をお出迎えしますってことで、こういうフォトスポットあるのいいですよね。なんかリーナベルちゃん初登場の時もここでしたよね。あー、こんな感じでみんなで写真撮ってねーってやってますね。でデコレーションあってって感じですね。スペシャルメニュー種類多いですね。ミゲルズ・エルドラド・キャンディーナではダッフィーをイメージしたミールセットやサンドイッチのセットが1月15日から登場します。ダッフィーのスペシャルセットはダッフィーの顔の形を表現したバターライスが目を引くミールセット。バターライスなんですね、ここ。なんかね、あれっぽいなって思ったけど、牛ひき肉がたっぷり入ったビーフキーマシチューとバターライスと相性がつくのシーフードトマトクリーム。だからまあビーフとシーフードで選べるよって感じなんだ。ダッフィーの顔がデザインされた特別な包材で提供するプラントベースフードのサンドイッチはチリビーズンやワカモレコーンチップスとの組み合わせを楽しめるメニューです。なのでこちらはあれなんですね、ベジタリアン向けって感じなんだ。で、クッキーアンのイメージしてるのは多分色合い的に黄色だからかな。パンプキンミルクにイチゴの香りが広がるクッキーアンのアップルパンプキンミルクが登場します。リンゴゼリーとカカオニブ入ってんですね。クッキーアンのピンクのリボンを表現したチョコがトッピングされています。なんかね、またこれ1店舗だけだったら、ね、大変なことになりそうだね。でもここ書いてますね。まあスペシャルメニューは販売終了になるよって。フードも最近販売しなきゃ多いですからね。で、入店にはディズニーモバイルオーダーの取得が必要なので、おそらく当面の間、そのモバイルオーダーを持ってる人じゃないとこれは食べれないメニューになるのかもしれないですね。もちろんモバイルオーダーじゃなくてもダッフィー&フレンズ以外は利用できるんじゃないのかなって思います。スペシャルグッズ、ダッフィー&フレンズワンダフルキッチンのスペシャルグッズを1月15日から販売します。ダッフィーたちがクッキーアンのために力を合わせて探したカラフルな食材やみんなで作ったパンケーキをモチーフにしたグッズやどのキャラクターが入ってるか開けるまでお楽しみのストラップなどが登場します。いいですね。このブラインドっていうのかな。いいですよね。おー、縫い場がまた値段が高いですね。2800円。で、コスチュームも6000円ですね。100円引いてるだけだよね、これ。ですけど、まあ、約6000円。ぬいぐるみバッジは約3000円って感じですね。で、今回って、どうしてリーナベルとクッキーアンだったかって、ここですよね。リーナとクッキーアンがいたから。なんで、ジェラちゃんもね、どこかまたタイミングあったらやってほしいけど。まあ、なんかその、次のプログラムにもしかしたらね、またジェラちゃんが投入される可能性高いんじゃないですか？春のプログラムで。ダッフィーとジェラ。ダッフィーがいないこともあったよね。でも多分次ジェラちゃんと、もしかしたらステラルーが来て選抜入って、ジェラとルーが入って春で、夏はオルメルと誰かなんじゃない。でオルメルリーナかもしれないしね。
今回多分リーナ・クッキーだったのはこの4人だったからでしょうね。で、カチューシャ可愛い、なんかちょっと男性でも女性でも付き合わせそう。ショルダーバッグ何これ、パンケーキかな、目玉焼きっぽいような、ねえ可愛いですね。で、グリーティング、これ嬉しいですよね。なんか オタクの私としては嬉しいけど、クッキーアントリーナベルのキャラクターグリーティングをアメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパーク内にて期間を空けて実施します。リーナベルは2025年1月15日から2月24日までなので、まあ、約1ヶ月。で、クッキーアンも約1ヶ月の2月25日から3月31日まで登場します。東京ディズニーリゾートのキャラクターグリーティングで初登場となるクッキーアントリーナベルの触れ合いをぜひお楽しみください。まあ、でも、ね、なんか昔ここはさ、あのメイちゃんがグリーティングしてたんですよね。ダッフィーがもともとグリーティング、あの今メイちゃんがいるところにいて、あのトレイルグーフィーの玉突きのあれですよね、サルアミのドナちゃん消えたりしてて、ここも結構グリーティング長いですよね。前はメイちゃんがいたんだよね。コロナ禍になってダッフィーがあっちだったっけ、あれダッフィーここにいたんだっけ、ダッフィーいないか。まあ、今まとめると、ダッフィーがサルドスアミーゴス、メイちゃんがあのグリーティングプレイスで、で、ここが基本、ダッフィーかメイちゃんが、季節のダッフィーかシェリーメイちゃんがその前にいた頃だけど、リーナベルがここ初登場するよってことで、コロナ前でさ、こういうグリーティングって屋外でやってなかったから、なんとも言えないけど、ね、その前は、ダッフィー&フレンズの時は普通に並べましたよね。並べたけど、でも、多分混むよね。だからおそらくスタンバイパスか整理券のどっちかだとは思うんですよね。あの紙のね、縦長の紙ってもう今やってんのかな、あれわかんないけど、まあ、ただリーナベルがあのお正月明けのプログラムの目玉、クッキーアンがその後ですね。クッキーアンのこの時期はもう2月25から3月31日はほぼ激混みシーズンなんで、でも最近もう閑散期ないよね。1月15も多分混むんじゃないですか。その1月は閑散期じゃなくなったっていう印象あるから、まあ多分まあ目玉っちゃ目玉ですけど、ファンタジースプリングス以外の目新しいあのものなので、まあ、これはやってくれるの本当嬉しいですよね。あの海外だとさ、あの香港と上海ディズニーランドに行けばあの季節衣装でやってんですよね。季節がない時はノーマルの声の裸で会えるんですけど、でもさ、みんなが海外行けるわけじゃないじゃん。海外旅行ってやっぱりお金がかかるから、そうなるた時に国内でこう選択肢ができて会える、ただ会えるのは何分待ちになるかわからない。そしてリーナベルだから本当に多分整理券かスタンバイパスで、整理券だとしても開演ダッシュが多分懸念されるから、おそらくスタンバイパスだと思います、予想で。あの公式宿泊プランのバケーションパッケージは目的に合わせたエンターテインメント楽しめるよということで、プラザガーデンと、あとプラザガーデンが、まあ多分でもここが大体いつもミッキーの停止位置ですよね。プラザガーデンのこの前、バケパ席が。なんで多分まあ停止位置ミッキーかなって予想。あとバネロペミッキーかな、どっちかだと思う。あと他にもディズニーホテルのディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテル。あ、ランドホテルでもやるんだ。東京ディズニーランドで開催されるスペシャルイベントシリーズ、ディズニーパルパルーザのサンダーバネロペのスイーツポップワールドをテーマにした様々なコンテンツが登場します。というわけで、これも期間合わせてですね、1月15から3月16日までの間楽しめるのと、ディズニーアンバサダーホテルでは、ワッフルだよね。ワッフルに見立てた、ベッドスローやスイーツが飛び出してくるような壁掛けアートなど、これですね。など、まあ、スペシャルルームやっていて、東京ディズニーランドホテルではご宿泊の皆様を対象に、ディズニーパルパルーザ、バネロペのスイーツポップワールドを表現した、あの、様々な AR 体験。だから、ランドホテルは AR 体験ができるんだ。AR 体験は乗ってないっすね。ってことは、ミラコはファンタジースプリングスか、ダッフィーってことでしょうね。ランドはこの2つってことだから。両ホテルのレストランでは各ホテルのシェフたちが腕を振るったカラフルで可愛らしいスペシャルメニューの数々をご提供します。ハイピリオンラウンジのこのプレミアムスイーツセットですよね。ミラコスタは何なんだろう。あ、ミラコスタはダッフィーなんだ全部。やっぱダッフィーが目玉なんですね、年明けは。1月15から、これ長いですね、3月31日までダッフィーのプログラム期間に合わせてるってことでしょうね。これがシルクロードガーデン、オチェアのベラビスタラウンジなんで、ミラコスタの3つのレストランでやるってことですね。ただ、ワンダフルキッチンのカントニーズランチの画像は2名様分。ってことは1名でもいけるけど、今出してるのは2名ってことですね。あとはリゾートライナーのフリーキップが3種類あるよってことですね。以上。というわけで、じゃあまあ公式サイトを見ていきましょう。こちらがバネロペの、スイーツポップワールド。
1月15から3月16日開催でバネロペのスイーツポップワールドへようこそ。ここはバネロペが思い描いたお菓子の世界、カラフルで可愛くて美味しそうに様変わりしたパークでとびきり楽しいひとときをお過ごしください。お、待って、ここ何、ここなんですか。第4弾4弾もやるのってことは、これは4月ですね、おそらく。ってことは多分去年と一緒かな。もうイースターはやらないってことなんでしょうね。スペシャルプログラムのイースターはやらないのかな、この感じ。イースターなしで4弾で、夏イベはなんかやりそうですよね、決算資料見た感じ。夏イベ何かやって、でハロウィン、クリスマスで2025が終わるって感じでしょうね。七夕もちょっと厳しそうだなこれまあでももう七夕もね、コロナ前のプログラムですから、変化を受け入れていくしかないですよね。エンターテイメント、エンターテイメントカミングスーン、パレードルートで、これさっき行きましたね。パレードやるよって3回停止で、ただ1日1回。で、ディズニープレミアアクセスで指定の鑑賞エリアからお楽しみいただけますね。まあ、ここと、ここでしょうね。モーリスのコテージと。で、デコレーションが、デコレーションさっき見ましたよね。かわいいね、カラフルで。なんかほんと、インスタ映えって感じ。映えって感じですね。で、グッズも、もう公開されてるものだけって感じですね。あれ、これ初めて見た。かわいい、ミッキーたちも映ってるんだ。ポスカ欲しいな、ポスカ。でもステッカーとかもさ、スマホとかに入れても良さそうだよね。クリアフォルダーとか。でもパーカーとかもかわいい。これプリントタイプかな。でもぬいぐるみも出るんですね。カチューシャとか。なんかチョコミントとかが好きな人好きそうなカラーリングだよね。パステルって感じ。春だなーって感じですね、学生さんたち。このショルダーとかもね。なんかほんと、TikTok って感じだね。TikTok の。バネロペのスイーツポップワールドの甘くて美味しそうなスイーツがたくさん描かれたグッズが登場します。欲しい方は販売日行きましょう。で、スペシャルメニューが、あとは、ここの時期だけの特別なスイーツの世界を感じることができるメニューが登場します。ということで、あー、かわいいこれ。やばい、かわいいね。本当にインスタ映えって感じで、かわいいですね。YouTube 映えにもならないかな。でもこれちょっと食レポしたいな。あ、これは、お入りかな？お入りのドリンク。でもちょっとグリーンですね。あ、でも2種類だけなんだ。またでもちょっと食べ歩きしたいな。食べ歩きとか、セットメニューは。ちょっと食レポしたいですね。でも今公開されてるのはこの4つだけだけど、まあまた、後々ってことでしょうね。楽しみにしとこ。あとはピックアップ、キャストからキャンディーもらえるよってことですね。で、みんなで、パルパルーザの一緒にやりましょうねってことですよね。パルーザー。あと、ま、バケパで楽しめる選択肢と、ディズニーホテルはスペシャルルーム。あと、ランドホテルですよね。アンバサダーホテルがお部屋と、ランドホテルは AR 体験。で、スペシャルメニューアンバサダーホテルとランドホテルで実施しますよってことですね。で、リゾートラインのフリーキップは、シュガーラッシュのは2種類、パルパルーザですね。あと、他にも魅力的なものとしては、新しく始まったリーチフォーザスターズがありますよということですね。次はディズニーシーちょっと見ていきましょう。そして最後にお知らせがあるのが、2025年1月から3月以外にお知らせがあるのがこちらでございます。はい、ビッグバンドビートですね。こちらはもともとビッグバンドビートっていう名前で2020年の2月28日まで公演してたものが、2020年の7月1日のコロナ禍になって休演明けして、で2021年の確か4月1日かな、私ね初日に見れたんですよね、当選して。ビッグバンドビート、あ、スペシャルトリート。まあでもコロナ禍の中で帰ってきた時本当に嬉しかったですね。また見れるんだっていうのはありましたけど、今回ビッグバンドビートは本エンターテインメントプログラムは2025年9月30日をもって公演を終了いたします。なおブロードウェイミュージックシアターで新しいエンターテインメントプログラムについては決定次第お知らせいたします。なのでおそらく夏イベ前、まあ多分ハロウィンがもし、10月1日からの可能性あるんで、来年ですね。来年のプログラムまだ発表されてないから分かんないんですけど、おそらく夏イベが終わったとか、夏イベに合わせて終了なんじゃないのかな。ただ、もう1年切っちゃってるってことですね。本当にこのビッグバンドビートが好きな方は、見納めね、たくさんしましょう。やっぱり思い入れにあるショーって、人それぞれで、愛情ってやっぱり違うじゃないですか。コロナ前も今のバージョンも好きだし、コロナ禍になってダンサーさん好きで通ってたりね、演奏が好きで通ってた方は、これはもうビッグバンドビートではないっていう方もね、もちろんいらっしゃると思うから。まあでもね、やっぱり
提供してくださったものがなくなるのはちょっとやっぱり寂しさはあるけど、まあ私は正直言うとやっぱり、本当にこれコロナ前知ってた方は知ってると思うんですけど、やっぱり元々歌もあったし、演奏もしてたし、で、ビッグバンドビートって、まあコロナ前通ってた方はわかると思うんですけど、歌うセットリストも変わってたじゃないですか、ブラックバードとかで。私ブラックバードがすごい好きだったから、ブラックバードもね、なくなったし。で、ブラックバードとか CD とかありますよね、音源が、まだ。始まりも全然違うしね、ビッグバンドビートのアスペシャルトリートと今と。で、ドナちゃんが好きな方はね、ドナちゃんアスペシャルトリート帰ってきたりもしましたし。なので、まあ、ビッグバンドビートは、ちょっとね、終わる方は残念だと思うんですが、思い入れがあった方はね、この書き方だと、ブロードウェイミュージックシアターでの新しいエンターテインメントプログラムなので、本来って、リニューアルするならリニューアルするって発表してくると思うので、終了っていう書き方は、多分ビッグバンドビートではない他のコンテンツのショーを始めたいっていうのように私はこれ感じたんですよね。まあわかんないですよ。公式側が完璧に BB のリニューアルをするっては言ってないし、書いてもないんでね、わからないんですけど、ただ、一つわかってるのはビッグバンドビートは、来年の9月30日をもって終了になりますので、見納めたい方はお早めに行きましょう。あとね、ダッフィー&フレンズのページが公式サイト見れなくて、ちょっとスマホで横でちっちゃくなっちゃうと思うんですけど、公式サイトで見ていきますね。でも簡単に見えるだけだから。ダッフィー&フレンズのワンダフルキッチン。こちらが1月15日から3月31日まで。で、ワンダフルキッチンがこんな感じでやってるよってことですね。私の誕生日までやってるんだ。ってことは4月1日から何かやるのかな？レストラン展開は4月1日以降も継続なんだ。で、スペシャルメニューが1月15日からだよって感じですね。で、レストラン内のカウンターでもスペシャルグッズを販売。まあ、この辺はさっき言った内容と変わってないのと、もうグッズはね、本当に欲しい方は同じ話でくどいですけど、販売日行きましょう。私はもうポストカードが買えればいいので、またちょっと落ち着いてからでいいかな。あとはね、リーナベルト、クッキー&のグリーティングも楽しみですね。で、あと期間が変わるのでご注意くださいっていうのと、ディズニーホテルもやっているよっていうことですね。あとはファンタジースプリングスが目玉で。あります。はい、ということで以上2025年1月から3月のプログラムとビッグバンドビートの終了の発表でした。なんか天国と地獄みたいな感じですよね。でもね、もともとなんかパルパルーザ皆さん、グーフィーっていうのがね、視聴者さんもすごいグーフィーだと思いますって。なんでグーフィーだったのかが私よくわかんなかったけど、私はなんかそれこそ1月にもともとやる予定だった2020年の4月に美女と野獣が開業する予定だったんですよね。それが9月になっちゃったから、1月に美女と野獣やるときに合わせてバレンタインプログラムやる予定だったんですよね。2021年に。まあなくなっちゃったんですけど、それに合わせてできなかったら、また美女と野獣のなんかプログラムでもいいかなとも思ったし、あとはそうだな、やっぱり私、ピクサープレイタイムがディズニーシーやってた時すごい好きだったので、なんかまたピクサー大集合を今度ランドでやってもいいかなっていうのは感じました。だからランドでピクサーのプログラムやってほしいなって思ったけど、まあ、ね、シュガーラッシュがパルパルーザなのでピクサーは当たったのかな。まあ、なんかトイストーリーとかがいい、トイストーリーとかね、カーズとかいろんなピクサーのキャラクターがまたいればいいなと思ったけど、まあ、でもシュガーラッシュなのおそらく、おそらくですけど、アトラクションもね、2026年にできるので、まあ、その兼ね合いとかもあるんじゃないのかなっていうのは感じました。まあ、あとはね、ほんと同じ話ですけど、ビッグバンドビートがね、ほんと大好きでね、これもともとだってディズニーシーの5周年からできてきて、この前20周年だから、約もう19年 ?20 年ぐらい？ワンマンより長いでしょ、これ。ワンマンズドリーム2とか、ミニオーミニーとかよりも長いから、ほんとに平成のパレードが終わるって感じですよね。てか、むしろここまで残ってたのが、すごい奇跡だな、とも思いますよね。なのでね、ほんと今のビッグバンドビートがね、好きな方は、ドラムミッキーね、大好きな方が多いですよね。ですし、本当に、もうね、1年切ってますので、一個ずつをもう見納めの覚悟で見ていった方がいいかもしれないです。まあ、ただ、終わるものがあれば、やっぱり新しく始まるもの、ワンマンズドリーム2終わったけど、クラブマウスビートが始まったりとか、ファンタズミックが終わったけど、ビリーブシーオブドリームスが始まったり、終わるものもあれば始まるものがあったりもしますので、変化を受け入れるのも、私は大切なんじゃないのかなと思います。まあ、ただ、愛した時間が違う分、その変化って、人の感情っていうものは、やっぱ価値観も人それぞれ違うので、
自分の後悔がないようにビッグバンドビートを見納めできるようにしていきましょう。というわけで、以上2025年1月から3月の東京ディズニーリゾートのお知らせでした。ぜひ、動画の概要欄にリンク先貼っていますので、動画の概要欄からご自身でもチェックしてみてください。まだね、本当に C のパーク一周とか、あと、スーベニアも出せてないし、ディズニークリスマスで、あと何日したら、ね、もう、ディズニークリスマス始まっちゃう。ちょっと東京ディズニーの情報が追いついてないんですけど、今後も KD チャンネルたくさん東京ディズニーリゾートの情報も発信していきますので、今後の動画も楽しみにしてもらえたらすごく嬉しいです。それではまた動画更新します。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。X、Instagram、TikTok、他にも SNS をやっております。YouTube 以外の SNS のフォローもよろしくお願いします。それでは、バイバイ。